こんにちは、カウパパです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。去年の7月にですね、母の青春時代という動画を公開いたしました。母が独身の頃ですから約55年前になります。穂高連峰の縦走記録を動画にしたものなんですが、多くの方にご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そのうちね、いくつかの写真が当時を表す貴重な記録だということで、関係団体へ資料提供などさせていただきました。そしてね、今回の動画なんですが、その時いただいたメッセージで、他にもその頃登った山の写真ないですかと、というメッセージをね、多数いただいておりましたので、再び母のアルバムを整理しまして、また動画を作ってみました。中にはね、60年以上前の写真もありまして、保存状態が良くないものもありますが、その旨、事情をご勘案いただければと思います。それでは、ごゆっくりとご覧ください。
はい、こんにちは、カッパパです。先日実家の引っ越しがありましてね、古いアルバムを片付けていましたら、なんと55年前ですね、僕が生まれる1年前になりますが、母が独身の時ですね、登山家時代の最後に北アルプスを登った写真がいっぱい出てきました。まあ、女性としては大変珍しく、まあ、山岳界に入って、まあ、岩壁や沢も登っていました。今回ご紹介するのは、大変ですね、資料として貴重な写真ばかりです。せっかくなのでですね、動画にしてみました。ぜひご覧いただきたいと思います。Thank you.